約15キロ地点、長沢エイド第2エイドになります。唯一ここは、唯一というか、2回、55キロのコースの中で国道292号線を渡ります。そこの、道路を横断しますけど気をつけてください。ここが、第2給水所長沢ポイントに、なります。はい、すぐそこの、旧小学校なんですが体育館があります。そこの手前を、左にまたグイ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 と、家の前を登っていくような形になります。またそこから一つ峠を越えて平丸の、エリアに向かっていきます。ここは第2エリア約15キロ長沢エイドポイントになります。